わし協力したい。あー素敵、ママさんのお友達が送ってくれたんだね。自分でスケッチした絵はがきなんておしゃれだね。ええ、彼女は昔から絵が得意でしたから。ママもお返しに描いたらどうだい。そんな無理ですわ、私苦手で。それじゃ人肌脱ごうかね。え、ほ、本当にこれ飲んでいいのか。ああ、ママのためだと思って協力しておくれ。協力大賛成。おお。いやー、公園に散歩なんて久しぶりだな。たまにはいいかと思ってね。あれ、紙コップに絵の具。これは私とママのさ。え、スケッチですか。でも私。大丈夫、肩の力を抜いてうまく描こうと思わないことさ。それにこの牛乳パックのパレットなら気軽に描けるだろう。わし協力してとてもうまかった。絵の具と筆さえあれば、あとは筆を洗うための紙コップ、それに洗って乾かした牛乳パックをパレット代わりにすれば十分さ。水をはじくし、大きさもちょうどいいから使いやすいよ。牛乳パックなら身近なものだし、これなら身構えずに挑戦できそうですわ。お花の絵素敵。うんうん、なかなか雰囲気あるよ。そう、おばあちゃんたくさん描いたね。うん、さすが、この絵なんか最高。ロンパパ逆さま。おばあちゃん、わし牛乳パレット作りいつでも協力するぞ。ああ、でも今日は間に合ってるよ。じゃあママに聞いてみる。おっとっとっと、牛乳パックのパレット新しくした方がいいぞ。わし協力する。あら、いいのよ、これは久しぶりに絵を描いた記念のパレットだし、もうちょっと使うわ。おお、ママさんたくさんスケッチしたんだよ。とっても上手なの。もっとスケッチをして、牛乳パックのパレットがダメになったら本物をプレゼントする約束したんだ。牛乳一気飲みのチャンスもうないのか。残念だったね。わしもっと協力したい。もう次回もお楽しみにね。